きっかけが必要だから、はいね、で自分 の, あのお子さんたちをあのちゃんとねあの高校まで出してあげたいってなると、あの年収400万ぐらいは必要と。その年収400万になるっていうふうに自分がまず覚えてないので、情報を探すことすらできないよっていう方が多かった。だから、年収400万相模原っていうね、あの検索されて、検索して書かれているものを書き出してみようっていう宿題をやってみるっていうことから、お話だったんですけども、ちょっとねその続きの話を一気にこうメールマガジンで、配信して書いております。はい、ではですね、ね、自分が、こう収入を得ていくっていうためにはこういう仕事があるんだなって気づいた人、ね、気づきがあった人ね、あの経済的に自立をしたいぞって決められた人には、あのまずね、あのむちゃくちゃ辛いけどいいって先に聞いておくっていうふうに、されてるそうなんです。はいね、あの起業も同じだと思うんですけれども、やってみたことがないことにチャレンジするってすごく私もあの抵抗があったり、できるのかなと思ったり、私なんてって思ったりするんですよね。だからやってみたことがないことに不安恐怖を感じる方が多いって、教える側の方が先に分かっていたら先に伝えておくってことですね。むちゃくちゃ辛くなるかもしれないよ、不安になるかもしれない、恐怖になるかもしれない、だけれどもいいって先に予告をしていくっていうテクニックだったんですよ。はい、なるほどなと思ったんですよね。はい、だからあのそういうね、そしてあのえなりさんの場合はあの、まあ、企業の支援ではなくて、その就職先の方の方にも、シングルマザーの方ってこういう心境に陥るんで不安とか恐怖とかそういったこともね感じる方が多いんですよって、先に先回りしてその心情を理解いただけるようにって事前にお願いしてあるという形だそうです。そしてでいざですよ、自分がね事務職ではなくて、やっぱり経済的に自立をするために初めてやってみる営業職って言った時に、あのチャレンジするってなって、そしてチャレンジするよっていう受け入れ先の企業の方も OK よ、やってみましょうってマッチングが成功した場合にも、ね、突然ですね、面接合格した翌日にごめんなさい辞退しますっていう方が出てくるという話だったんです。これも少し興味深いなと思ったんですね。起業する方も同じなんですね。やってみます、頑張りますって自分で宣言したら、その宣言したことに関して翌日急に不安になってくるっていうね、感情って私も自分も感じましたし、教えてる方々にも感じることがありました。はいね、一人になったら急にお子さんの寝顔をね、すやすや、ね、眠ってるお客さん の,、ね、お子さんの寝顔を見ながら、私が7時まで働くって子供がかわいそうって思っちゃうね、家族に迷惑かけてるって思っちゃう、だからごめんなさい辞退しますって言いたくなってくると。だけどそれはね、当然だよ、よ当然なのよって先に教えておくってことなんですね。はい、翌日ね、私にはやっぱりできませんって不安になっちゃう、断ってくるっていうことが私は感覚としてないし、えなりさんもないそうなんですけども、そういう方に多く触れながら経験として持っていて、先にどういうことが起こるか説明しておくっていうねテクニックを使ってらっしゃるということなんです。はいねね、やっぱりなんかこう私ダメかなと思いましたって、やっぱりそう思ったんだね、そう思うのは当然だよ、そういうこともいるからね、大丈夫だからねって伝えていく、はい、そういう支援、素晴らしいなって思いました。はい、でもともとなんでそんな風になっちゃうのかなっていうことは、もうやっぱり日本の教育の問題じゃないかというふうにおっしゃってたんですね。私も同感です。もともとやっぱ世帯主になるとか働くとか自立するとか、そういったふうなマインドセットっていうのを教えられないまま来ましたけどね、自分で自立して自分で気づいて自分で動ける人もいるけれども、そういう教育を受けてこなかった環境なかった方がそう感じるよっていうことだったんです。はい、でさらにですね、主婦のを変えていく具体策の4つ目として、不安を払拭するサポートを続けていたとしても、もうちょっと踏み込むとね、それでちゃんとできるようになりましたかねっていうと、就職後とかね、にまた男性上司と触れ合う、ね、接するコミュニケーションを取るときにまた問題が起こることがあると。はいね、男性はやっぱりね、自分で考えろって言って言われたら、はいって一つ返事で動くようなこともできると。うん、だけれども女性の場合は、じゃあさらに細かく細かく細かくやっぱり聞きたくなるっていう特性があるんですって。
これもね、なるほどなと思いました。例えばですよ、例えば私だったんですよ、あのフェイスブックにね、あの一記事投稿してみようとかね、ブログを書いてみようってなって、はいわかりましたってすぐできる人と、そうじゃなくて、件名ってどうしたらいいですか、どういう内容がいいですか、画像ってどういうふうにした方がいい、画像ってそれもうちょっと加工して明るめの方がいいですかとかね、結論、文章の長さはなんか長いのダメって言われたんですけど短い方がいいんですかねとかね、あの10個くらい質問されると、で私の感覚としては、誰かモデリング先を探してそれをモデリングしてやってみましょう、はいイエスですぐ動けるタイプだったんだけども、はい、あの人に教える仕事をしていくとですね、イエスはいやりますってならないと、ですごくすごくすごく細かく細かく細かくあの質問されるってことがあって、私もちょっとある意味男性論なんだななんて思ったんですけども、はい、で男性の、ね、いわゆる一般の、ね、企業の中の起こってることっていうことで言うと、男性はやっぱりね、あのこうしろって言われると、はい一つ返事で行動できる、で自分もそうしてきたからそれを求めるっていうことがあると、はい、だけど受け止めた女性の方からすると、あのどうやったらいいですかってね、あの担当の会社に行って名刺交換してきてって言ったら、名刺って言ってどうやって挨拶してから入ってったらいいですかとかね、あの1回目と2回目と3回目となんかやっぱり挨拶の仕方が変えるんでしょうかねとかね、いろいろ細かく聞いてくるっていうねこと、うん、だったと、ねね、それを、男性はそれを報告したりとかすると、そんなの自分で考えろ、考えてみなさいよって優しくか強くか分かりませんが、きつく言うことがあったとします。そうすると女性は、怒られたのは私が悪いんだ、私が悪いんだ、私が悪いんだってやたらめっぽ傷つくと、ね、男性女性やっぱり、ね、自分で細かく分解して、こういうことがこの先で分からなくなるかもしれないなではなくて、割とね、あのそういう細かく考え分解するというか、すぐできちゃったりするので、男性の社会では3ステップ3段階ぐらいでできること、女性の場合はもう1段上がるのに10個くらい階段を作ってあげないとね、分からない、だけれども分からないから聞くと、聞くとまた怒られる、怒られると私が悪いんだと思うっていうね、そういうことがやっぱただ起こってると。でこういうなんかその男性脳で、自分で考えて決断して OK って私もよく言うし、ね、教えているんですけれども、あの自分で考えて決断して動けっていう訓練を始める前の段階の人に突然それを求めるっていうのが違うのかなって、うん、やっぱり自分も反省しつつも思いました、ね、分からない、うん、とかやってみたい頑張りたいって言ってる人に対して、目先で、私はこうしたからこうしないよって伝われば、まあラッキーぐらいの思った方がいいんでしょうかね、はい、これ人に何かコンサルティングをするとか、教育をするとか教える先生側の気持ちでいます、はい、何か人に教えるときに、私は過去これを一言で言われて一言でできたから同じように伝えてみようとすると、だけども受け止めた相手の方の方がそれでピンとこなかった、分からなかったってなった時は、やっぱりね、えなえさんがおっしゃるように、私自分は3段階でできたんだけれども、他の人はね30段階ぐらい細かく細かくステップで階段を作ってあげるっていうねことが必要だって、自分も感じてましたが、こうやってえなえさんに、ね、教わるとです、なるほどなとね思いました、はいね。で男性でもっと、ね、含み込んでおっしゃってるのは、ね、理解されたいんだって女性ってやっぱ思っちゃうんですね。でその理解されたいっていうコミュニケーションを取りたがってる女性を、男性の方はわがままって思っちゃうと。でも女性の方はそれ認めてもらえないので、どうぞまた落ち込んで落ち込んで落ち込んで、私なんて無理なんて怒っちゃうってことなんですって、はい、いやありそうですね、ありそうですね、家庭の中でもありそうですね、はいね、ね、上司にこんなこと言われたって悩んで、そしてそのタイミングでお子さんいるけど、お子さんが熱を出してしまう、熱を出してしまって、そこやっぱり私が働きに出るからこうやって子供に負担をかけて、そうやってね、私がね、この子に負担をかけてるからとかって言って、どん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 落ち込んでいく落ち込んでいくっていうね、その意欲が落ち込んでいくっていうことが起こるので、それをね、えなえみちこさんのところでは就職された後も支援を続けていかれるということでした。すごいですねすごいですねなんて言ってたんです、はい、そしてその後ね、まあそういうことってなんて言うんだろう、ね、男性女性の脳のね仕組みとかで分かっていて、それを稼ぎたいとかっていう人たちにとっては非常にね切実な問題ですねって思いましたし、私も人に教える仕事をするってね、プロデューサーをするっていうのではすごく大事なことだなって思いました。そして、
シングルマザーの皆さんね、女性起業家の皆さん、私の周りにすごく多いんですけども、稼ぎたいですかって言って、稼ぎたいってみんな思ってるんですよね。思ってるんですよ。思ってるんだけれども、ね、私たちもあのマイプロデューサーっていう言葉で自分との約束を守る、ね、自分との約束を守れた、ね、あの月のことをマイプロデューサー、ね、なれた月って言ったり、あの今年2020年マイプロデューサーになるぞって定義してる2020年なんですけれども、ね、その心理の中でですよ、はい、まあ、目標数字を言ったらやらなきゃいけなくなるっていう、心理が働くということなんですね。でそれは実はそれってさ、女性だけの問題じゃないんじゃないでしょうかっていうふうにね、ちょっと話をね展開してたんですが、実はえなりさんのようにその民間の企業に働きかけて果敢にね、こうね、就職支援を行っていくっていうことをやっているところが少なくて、自治体なんかもそういうことやらないんですって。男性の方々も同じようなことを言う。目標数字を上げてしまったらそれをやらなきゃいけなくなると。でそうすると失敗を恐れるという感情になってきて、失敗するぐらいだったら目標数字言わない方がいいんだっていうふうになるんですって、ね、それも女性だけの問題ね、シングルマザーだけ、主婦のだけの問題ではなくて、もう日本全体の問題、はい、目標を言ったらやらなきゃいけなくなる、その責任感、責任逃れとかな、失敗しちゃう私が見たくないみたいなね、その当たり障りなく失敗しないで、失敗しないで、なんとかなんとか持ちこたえて定年までいけて年金もらうぞっていうふうな思考があるんじゃないかっていうふうにちょっとね、派生転換してお話をしてました。うん、なるほど、私もそう思います、はい。そして、ここからですね、主婦脳の問題パターンのパターン1、はい、稼ぐっていうことに関しての問題ですね。稼ぐっていうことに関して、自分のマインドに影響されがちっていうことでした、ね、年収の高い生活をしてた方は年収300万の暮らしでは暮らしていけないんだけれども、自分が無意識にその働けない理由がその300万だと嫌だなっていうちょっと気づきが、ね、なかったりとか、あと50代の方々ね、もう自分の過去、なんていうの、バブルの時期とかで自分の過去を否定することができないので働こうとしない方がいるんですって、はい、ですからそういう方の場合は、ね、自分の過去を肯定する行動で未来を潰す必要はないんですよと教えてらっしゃるということなんです、はい。稼ぐっていうことに対して何かストッパーがかかる人、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか、はい。そして、主婦脳の問題パターン2、これね、私の周りにもよくあります、はい。稼ぐためには資格を取ればいいといった思い込みについて、私もね、いろんなことを思いすごいあるってね、よくねメルマガでも書くんですけど、えなりさんもね、自然とお話ししてくださいます。稼ぐためには資格を取った方がいいって思い込んでる人たちが多くいるんだと、ね、で資格を取ったらそうやって10人無料でやってくださいって言われて、その後どうしたらいいんですかって聞いたら、またその次の上の資格を取ってくださいって言われて、そしてまた10人無料でやってみてくださいってなって、ほんでまたどうしたらいいんですか、10人やりましたって言ったら、そしたらね、またね、上の資格を取った方がいいよ、あなたのためだから、ステップアップだね、なんて資格って言って、そのね、非常にこれね、女性の心理をついたビジネスモデルですね、なんてね、資格を取ることを勧めても誰も集客を教えてないっていうその現実、私もその現実について、やっぱり起業して以来9年間ですね、戦ってきてる一人ではあると思うんですが、えなりさんも同じようにおっしゃってました、ね、女性の心理をついた協会ビジネスとか資格ビジネスっていうビジネスモデルについては、女性がね、やってみた次上上がりたい、やってみた次上上がりたい、やってみた次上がりたい、認めてほしい、ね、私を評価してほしいっていう心理状態についてはうまくできているけれども、だけれども誰も集客を教えてない。だからえなりさんはシングルマザーの皆さんに資格は取るなと教えているそうです。資格を取るんだったら、ね、すぐ収入につながる看護師がいいよなんて抑えてらっしゃるということで、うん、ここもねまたね、私も留院が下がる、うん、私もそう、ね、資格を取ってだからなんだっていうことにいい加減みんな気づかなきゃいけない、ね、資格が5個あったり10個あったり12個あったり20個あったりする。だけれども稼ぐっていうこと、収入につながるかどうかっていうことまで踏み込んで教える、うん、ところがいくつできてきてるのか、どういう体制でフォローしていけばいいのか、私もここすごく問題だな、気づいてない方には気づいてほしいなと思うところです、はい。そして、そもそもっていうところですね、はい。女性が働くぞとか仕事をするぞってなった時に、これまた根深い問題だなと思ったんですけども、経済的に自立するかどうかっていうことよりも、心の問題、
私がやりたいことであり承認欲求を埋められるのかどうかで考える人が多いってことなんですね。女性はやっぱ先生って呼ばれることによって講師業とかね資格取ったり何かコンサル業始めたりとかインスタブック始めるとですね先生と呼ばれますね。その先生と呼ばれることで承認欲求を求めていることが少なくないっていう、これズバリの指摘なんですよね。いくらやればね、どのくらいやればどのくらい稼げるんだろうかっていう欲とか質問とかがまずないってことなんです。稼ぐかどうか、経済的に自立するかどうか、自分のお金の自由、時間の自由、子どもの将来とかっていうことを考えて、ね、起業してみよう、起業してみようじゃないか、働いてみようってなるんだけれども、ね、そもそもがそうやっているなんていうの、現実の事実が承認欲求を、自分の承認欲求を埋めるためのだけの行動になっているってこともあるんじゃないかっていうことですね。で大手英会話教師さんね、先生になりたい人手挙げてって CM をやったりとかね募集されてますね。で先生やりたいですって言って女性が応募してくると、だけどそれはもうすごくうまくねビジネスモデルねとしてはいいんだけど稼ぐっていう意欲がない人を集めてるように見えるというね。それで、ね、女性が先生と呼ばれたいは承認欲求でありそれでは社会の役に立てない、自分が何のためにやるのか誰のためにやるのか誰の利益なのか、もう少し誰かのことを考えましょうっていうことをねおっしゃってました。うん、すごいですね。そしてそのためにはどうしたらいいのかって、ここからはね少しちょっと難しくなるかもしれませんが、主観をするとか自分の主観をなくす勉強する、ね、子どもがどうしても気になる、子どものことがね自分が働くことによって子どもに迷惑をかけちゃってる感じがする、子どもが熱出してるの働いてるんで私が悪いとかね、ポジティブに働ける人もいればネガティブになっちゃったりとか、そんな時に上司から怒られちゃったりとか、自分が悪いんだ自分が悪いんだって自分を否定し自分を否定したりとかね悲観的になったりするっていうね、その子どもがどうしてもね気になるっていう方にはやっぱ自分の主観を捨てる、そして相手を探る洞察をするってね、そうしていかないといけないんじゃないかと、はい、でそうやって自分の主観でそれが売れるのか売れないのかとか誰のためにやるのかとかいくら稼げるのかとかそういうことを関わる人と信頼関係を作ってから気づかせてあげることが大切、はいね、これすごいね私もね納得ですね、はい、売り上げを上げるとか稼ぐとか世の中からお金をいただくってことはやっぱり自分の、やってることが、価値だと認めてくださってるということであり、ということは自分がやりたいからやるではなくて相手に価値があるからやるってことになりますよね。それでやっぱりね私も小さい頃からやっぱりそういうなんかね男には負けたくないという思想がずっとあったんですけれども、なんていうのかな世の中のさ半分はざっくりと半分は男と女しかいて半分は女性ですし、だから女性だから仕事できない、女性だからお母さんのね子供のね世話しなきゃいけないとか縛られなきゃいけないとかそういうこと全然思ったことがないんですけれども、やっぱり日本の常識というか直近のですよ日本がどういう教育をしていくのか、あちょっと今誰かオフィスに来た日本の、なんか考え方自体がその主婦能っていうのを作りやすい環境にあったりね、そして頑張ろうとする人を、ね、本当に、ね、気づかせてあげるっていうのはこれだけの手間暇がかかるんだな、かけてらっしゃるんだなということにすごく感動してます、はい。でえなりみちこさんのところではひらがなで書いた企業塾っていうのを開いてらっしゃるってことなんですね、はい。そして、4年で50名配置されたと。そして、自分の、ね、会社が社員になってくださった方ね卒業生さんたちがね6名いらっしゃると、ね、そしてこれからはやっぱりねお金を払ってくれた人を教育して自分の会社で雇うっていうスタイルももっと出てくるんじゃないか、もう出てきた方がいいんじゃないかなっていうふうにおっしゃってました、はい。うん、確かにね、はい。で企業塾で生徒にある間とそれから自立して本当に就職する本当に起業するっていうことにはやっぱりかなりの洞察力俯瞰力が絶対必要と。だけどもそれってやっぱりそれは難しいよできないよねえなりさんできないよそれは理想論だよなんていうねおっしゃる方がいると、それ誰ですかそんなこと言う人誰ですか、私は絶対そこでね教えていきたいし研究したいし変えていきたいと思ってるんですけどってお話ししたら、やっぱりね男性の方に多いんですって。はい、で変わろうとするっていう人を応援するっていう社会にはどうしたらいいんだろうかってね、やっぱりえなりさんみたいにね真面目に頑張ってる人をやっぱねえなりさんの周りの人ももっと応援してほしいななんて思いました、はい。私も応援します、はい。そしてじゃあ
そうは言っても、そうは言っても私たちも、私も私の門下生たちも勉強してるんですけども、洞察力や俯瞰力を身につけてもらうってどうしたらいいんでしょうかねって、うん、聞いてみたんですね。はい、洞察力、要は、洞察、要は自分のことしか見えてない状態から、全体を俯瞰できるようになるだとか、相手の気持ち、ね、この先どうなるんだろうか、相手はどう感じてるんだろうかとか、相手も言葉にはしてないけど、この先に何が欲しい、ね、ニーズとして生まれてくるんだろうかっていう、ね、洞察力をつける、うん、そういう身につけ方って何か工夫されてますか、どういうふうにやってますかってズバリ聞いてました。そしたらですね、これメールマガジンも書きましたが、とことん録音してもらうですって。これちょっとやってみませんか。はい、怖いですね。私自分で喋ってるライブでこうやって喋りますけど、あんまり振り返りたくない、だから上達しないんだっていう感じなんですけど、はい、ね、とことん録音をする、録音をして、そして自分で話してることを聞くですって、はい、これアイデアとしては良くないですか。素晴らしい、はい、ね、録音聞くといかに自分のことばっかり喋ってんのかっていうことに気づくと、ね、女性って結構お母さん業っていうかね、お母さんがいたりするとやってあげてる、やってあげてるって思ってると、ね、自分ばっかり喋ってると、でそこに録音してもらうことによって客観視することができるということでした。はい、洞察力とか俯瞰力っていうのを身につける方法の一つとして、はい、録音をして自分で話してる姿を見る、まあ、先ほど言った録画でもいいかもしれませんね、はい、ということでした。そしてじゃあえなりさんがね、主婦のを変えられた成功事例ちょっと教えてくださいって一つ聞いたらですね、子供が3人で12年間やっぱ実家暮らしで、それで、まあ、言うなれば、まあ、家賃がいらない状態っていうんですかね、12間ね実家暮らしだった人で、そして普通事務職でずっとパートをやってたシングルマザーさんがいたんですって。ね、だけれど、そしてあんまり報酬というのは高くなってこない、うん、だけれども何かやっぱりお子さんのためにこう活動されようとした時に営業職の勧めだと、はい、だけど本当は自立したいのに、ね、でもできない、ただででも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 っておっしゃるから、でもっていう言葉をなくすっていうことを始めたということなんです、はい、本当は自立したい、本当は、ね、経済的にもっとお金が稼ぎたいのに、私体痛いんです、私腰が痛いんです、私車ないです、私免許とか持ってないですがね、でも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 ってこうできないっていう理由を並べるのがとっても得意な人がいたと、ね、そのできると思っている、自分ができると思っているのは事務職だったから、その事務職の面接に行ったら行ったで、事務職というのは 今時だとねパーフェクト、ね、すごく即戦力のある人を求められるので、はい、かなりハードルが高いと、そういう現実も分かってないまま事務職の面接に行ったら全部落ちちゃったっていったところで、えなりさんはどうされたかというと、デモが多いってね、マイナス思考っていうんですかね、できない理由を並べて、できない私をその安全圏に持っていくっていうイメージでしょうかね、はい、デモが多い、デモが多いよっていうところを、デモっていう言葉が出なくなるまでマナー研修を続けるということをされたそうです、はい、事務職ではなく営業職の就職にチャレンジするために、デモデモデモっていうね言葉がなくなるまで付き添って差し上げたということでした。でそこから私車ないんでとかではなくて、車買ったり、ね、免許取ったり、ね、営業職始めるまでに成長され、そしてその成長した、ね、方を見て、その営業の就職先の会社さんが、なんていい人紹介してくださってんですかって感謝されたと、はいね、そういうことを体験して、やっぱりね人って変われるんだなってね、主婦のからどれだけでも人って変われるんだなっていう体感をされて、もう感激でね涙が出るほど嬉しかったというふうにお話しくださってます、はい、そして最後ですね、女性ってね基本的には企業向いてますよっていうお話をしてくださいました。はい、えなりさんはコーチングや人を育てる力ってねすごいなってお話聞いただけすごいなと思うんですけど、コーチング好きってどうされたんですかってちょっと聞いてみたところ、もう現場ですということですね。はい、コーチングっていうのはスキルではなくて人と会った経験の多さ、経験で十分って、はい、でそもそも女性は起業に向いてるよって話、なんでかというと自分主導じゃないから、はいね、男性とは違ってですね、人には感情があるから、
ね、数字だけでは追いかけないね。やれ、はい、イエスとかではできない、ね、これから思いやりとか気配りとかおもてなし、コミュニケーションの時代で、そこって女性の得意分野なんじゃないかと、ね、男性が活躍する時代から女性が活躍する時代に変わる、ね、これから女性ができる仕事が多くなる、そういった中で、ね、誰の役に立って誰の人生が変化するのか、その人の人生が変化する、好転するようなビジネス、そこにマネタイズがついてくるとうまくなるよと、うん、おっしゃってました。すごいすごい、本当すごいですよね、はい、私もえなりさんから学ばせていただいているところで言うと、やっぱり、これから新しい時代ね、今新型コロナウイルスのことで世の中がほら新時代、新しい時代変わるよって言ってるのに、さらに、ね、ここ数日だったりここ1週間2週間で大幅に変わってきた、ね、どういうふうに捉えてどう行動したらいいのか、未来を洞察する、私たちはどうあるべきかとか、自分の働き方を見直ししたりとか、ね、相手はどう感じるのかね、思いやり、気配り、おもてなし、っていうことも必要で、ね、それで、一方的に命令を受けてはいって言って 軍事国家とかね、社会主義国家じゃないので、はい、自分たちがどう考えてどう動けるのか、ね、自分が、相手に対してどんな風に助けてあげれれば相手が喜んでくださるのか、ね、そういったことを考えて動く時代、ね、そうするとですよ、はい、女性が活躍する得意分野として、人の感情を思い、ね、思って、そして思ったことから企画、ね、ビジネスに変えていくとか、心配りするとか、そういったことを進めていく時代だと思いますので、はい、えなりさんの、おっしゃってることをすごく共感してきた、という回でした。はい、ね、まあ、皆さんちょっとどう感じるかね、いろんな感想を送ってくださった方いるんですけれども、はい、ちょっとね耳が痛いなと思うところもね、受け取る方にとってはあるんじゃないかなと思うんです。だけれども私たちね、稼ぐって決めた、起業するって決めた、ね、先生と呼ばれて承認欲求を満たして終わりなんて絶対思わないです。私は思いたくないし、私に関わる人にはそう思ってほしくない、ね、誰かの役に立ってこその報酬ですし、はい、自分がやってることが相手が価値ってなってる、そしてその価値を与えたことによってその人の人生が変わり始めるっていうところまで追求したいですし、新しいビジネスモデルね、をどんどん作っていきたいな、そして、資格いっぱい取っちゃった、資格取ったけれど出費はしたけれども回収ができてませんみたいなね、そういう形の起業を果たしてる人についてもですよ、はい、今時代が変わってくるぞと、新しいマネタイズ、ね、ビジネスモデルっていうのを作っていくぞってね、そういうなんか気づきのきっかけになってくれたら嬉しいなと思ってます。はい、えなりさんね、シングルマザーの方とかなりそうな方って言ったら変だな、何かあったらすぐえなりさんのところに相談されてはいかがかなと本当に心から思います。ここまで丁寧にね、人に寄り添って変えてあげたいって ねお金になる、お金時々ね、すごくサポートここにちょっと書けないぐらいの裏の話いっぱい聞いたんですけども、すごくお金にならないんだけどね、ボリボリちょっとね、ちょっとへって笑いながらすごく、ね、愛のこもった指導されてる姿が分かったんですよね。はい、ですから、はい、シングルマザーとなったとかね、起業すると決めたとかね、そういった時にやっぱり頼れる人、ね、頼れる人の一人、確実に大きく頼れる人方だと思いますので、はい、えなりさん、ね、何かあったら、はい、紹介してあげてほしいなと思います。はいはい、では、今日解説としてはここまでとしたいと思います。はい、またですね、えなりさんからご紹介していただいた素敵な人、ね、またインタビューしてきますので、またメールマガジンでご案内したいと思います。それではですね、はい、お子さんと過ごしている方も、はいね、ちょっと外出禁止どこ行こうかなって迷っちゃった人も、私も通ってるジムがちょっとですね、休業の案内がさっき来ましたけれども、はい、この先どうなっちゃうんでしょうかってね、今だからできること、ね、今だから学びたいこと、今だから考えるべきこと、ね、たくさんね、発信していきたいと思いますので、はい、まだ緊急ライブ動画とかやりますので、うん、見てください。それではお疲れ様でした。